はい、おはようございます。今から、今年最後12月31日最後の昼飲みです。来年はね、1月1日、令和4年かな、西暦では2022年になるんですね。今日もね、一応まだ夜仕事があるので、夜仕事が終わったらちょっとフリーで飲めるかなって感じがします。昼飲みなどね、ちょっとセーブして、とりあえず乾杯です。乾杯。今年をね、とりあえず振り返ってみようかなと思うんですけども、今年ね、今年はやっぱり去年と一緒でずっとコロナがね、ずっと長引いて緊急事態宣言とかね、いろいろあって、今ではね、オミクロン株がまた流行して、結局また来年も、コロナ禍っていう形になるんじゃないかと思いますね。でとりあえず今年振り返るということで、今年はね、とりあえず1月にね、左足のね、ふくらはぎをね、肉離れを起こしてね、毎年年末年始ね、怪我してるんですよね。2年前は足の指を骨折してね、けどね、1日も、会社休んでないんですよね。なんか痛ければ痛いほどなんか腹が立ってくるっていうのがね、とりあえずもう死んでも張ってでも行ってやるよって会社に、そんな感じでしたね。やっぱずっとコロナコロナコロナってね、な感じで、途中緊急事態宣言明けてからですかね、ちょっと外へね、飲みに行くようになりまして、以前みたいにただね、ちょっと家飲みばっかりしてたせいで、なんていうかな、はしご酒ができないですよね。1軒ぐらいが精一杯、1軒でもベロベロになっちゃうんです、外で飲んだらね。前はね、居酒屋行ってからスナック行くとか、そういう感じできたんですけど、それをするとものすごく体が疲れるんですよね。もう家飲みに慣れすぎて、外で居酒屋で食べてから飲んで、それからまたスナックで飲んで歌う歌うっていうのは、これがなかなかハードで、年齢的なものもね、コロナになる前はそれを普通にしてたんですけどね、だんだんとそれができなくて、最近では焼肉行ったら焼肉が1軒で終わるという、そんな感じですね。ただ来年ぐらいはね、ちょっとまた2軒ぐらい行けるようにしたいなと思ってるんですけど、親の看護もあるので、ね、なかなか難しいなと思ってますね。今年はもう大体ずっとコロナだったんで、これといってないですよね。あとはもうワクチン接種、2回目のワクチンの時に熱が39度出たっていう、ふざけたもうね、ただあの時に真夏8月にね、接種したんですけど、外に出た時にね、真夏だったんですけどね、涼しいんです、風がね、自分の体温の方が高いから外の方が涼しいという変な状態でしたね。体調が悪くないのに、ただ単に熱が上がってると。ただ来年のその4月ぐらいにもう一回3回目のワクチン接種があるので、どうなるのかなっていうのはちょっと不安なんですけどね。あと飲み薬も出たとか言ってるので、少しでもね、良くなればなと思っています。あとは競馬なんですけどね、ちょっとね、コロナ禍のせいで、あまり外に出ることがなかったんで、僕自身が YouTube の動画配信が、居酒屋放浪記はちょっとなくなってしまって、競馬予想ばっかりになっちゃったんですよ、毎週毎週ね。だから来年はもうちょっとね、競馬予想ばっかりするんじゃなくて、少し抑えて居酒屋放浪記と昼飲みかなを増やしていきたいなと思ってるんですよね。で、ちょっとね、この間自分の動画何本あるのかなと、一応なんか164本アップされてるみたいな、実際にはね、非公開動画含めたら200ぐらいあるんちゃうかと思うんですけど、164本要はこんなしょうもない動画を164本も撮ったなと思ってます。一度もね、個人的にですけど、ちょっと見返したりするんですけど、満足のいく動画は1本もないですね。はい、ほんまに。なんか何を試行錯誤した状態の動画ばっかりと、編集もなんかテロップないやつもあるし、テロップあるやつもあるし、なんか
変なところに凝って、なんかわけのわからん全部が中途半端な動画になってますね。だから来年はちょっと企画でも立てて、ね、ただ単に酒飲んで喋ってるだけなんで、うん、やっていこうなと思ってます。本当はね、居酒屋放浪記したいんですよね、うん、ただね、居酒屋放浪記するとね、行く店が決まってるんで同じ店ばっかりなんですよね、結局。で、同じメニューばっかり食べちゃうんですよ。だからテレビみたいにそのバラエティに富んだそういう居酒屋放浪記にならないです。ただ単に同じ店にいて同じもの食べて同じもの飲んでるって感じですね。あとは昼飲み、今は昼飲みなんですけどね、今ちょっと寒いから暖房入れてちょっと温まってるんですけどね、昼飲みの動画もね、僕いろいろ見てみたんですけどね、全然まともな動画じゃないですね。これもちょっと来年の課題としてやっていきたいなと。基本的に僕の動画はね、ブログ的なもんで自分のことをただ発信してるだけなので、別に誰が見ても分かる人は分かるかもしれないですけどね、一応近所の人に対して配信してるだけなんで再生数もそんなにないので、うんね、すごいすごい YouTuber みたいにね、何万も何百万もそんなないですけど、まあまあ100人ぐらい見てくれたらいいんちゃうかなと思うんですけどね。100人って言ってもね、例えばある意味その100人の人を校庭に並べたらすごい人数なんです、うん、それは芸能人じゃないんでね、僕はもうそれぐらいで十分です。本当ですよ、10人でも20人でも30人でも40人でもそうだけど、4、50人並べるだけでもやっぱすごい人なんです。その人が見てくれてるっていうだけでちょっとびっくりしますよね。逆に100人の前で喋れたら僕喋れないです、うん、ね、50人の前で喋れて50人がこうバーッと見てて喋れって喋れないですからね、うん、あんまり規模が大きくなるとちょっと困るんですけどね、これぐらいがちょうどいいかなと思ってます。で、別にほらインフルエンサーではないので、別に拡散希望とかそんなのじゃないんです。好きなことをただ喋ってるだけなんで、まあ、来年も普通に自分のことを発信していくだけの感じかな。ただね、ちょっと競馬が外れすぎなんですよね、うん、ちょっと競馬の方も頑張っていきたいなと思ってね。これね、この間買うたよしおちゃんの馬券ですね、こうやってケースに入れてね、大切に保存してます、ね、よしおもね、来年で9歳になりますね、頑張ってほしいですね。それからあとは別にこれといってないですね。ただ今日は12月31日ということで、最後のねご挨拶をと思って動画を撮りました。来年もよろしくお願いします。今年もお世話になりました。来年は寅年ね、尼崎の三和商店街ね、もうそろそろ阪神タイガースマジック140とかそういうね札が貼られてると思いますね、うん、来年もとりあえず頑張っていきますのでよろしくお願いします。以上です。